行けないの？何シャって行けんの？なんかポンちゃんに、あ、ほらポンちゃん出たよ。出たよ。頑張って頑張って。出た出た。ポンちゃんポンちゃんが。ポンちゃんになりますよ。今、人間は中を覗いていません。カメラだけを入れてみました。この2階部分にいるでしょうか。ちょっとわからないのですが、あ、今シャーを言いましたので、多分カメラには映ったんでしょうね。はい。複雑すぎますよ、あなた。あ、そこから見てシャー言ってんの。はい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 。はい。はい。この心理状態めちゃめちゃになってますね。どこにいんの？あ、どこにいたのか。はい。うん。はい、どうぞ。おー、走るよ。でも昨日さ、朝方だっけ？昨日の夜中だかさ、お水飲んでたね。偉かったね。はい、はい、いいですね。ごゆっくりどうぞ、飲んだ昼よって言ってんの。はい、はい、トイレみたいだね。はい、トリンちゃん、トイレみたいだよ。ふふふふふふ、怖がっててもおもちゃにはつられるカオリンでした。カオリンちゃん、これはいかがですか？伝説のブラシ、これは長年にわたってですね、またたびの匂いが少し残っているはずなんですね。つけてないのにね。うん。カーリンどうですか？それはね、ジャオお兄ちゃんの時代から使ってるですよ。はい、ちょっと噛んだね。これは効き目がありそうですよ。嬉しいです。お腹すいたです。はい、どうぞです。カオリンちゃんもジャン君と同じでね、喋る言葉がシャーしか知らないんだね。指舐めました。どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。美味しいよ。どうぞ。チュールをちょっとだけトッピングしてみました。うん。おいしい。おいしい。おいしい。アンナちゃんと同じ食べになってます。バイバイ。ここら辺で食べる？はい。アンナちゃん、いかだね。いかいかいか。ぽんちゃん、ご飯できましたよ。ぽんちゃん、今日ね、ぽんちゃんの好きなトッピング買ってきたよ。じゃんけん。
はい、かおりちゃん。かおりんちゃん気がついてないね。はいはい、大丈夫。気がついたね。はい、これだよ。大丈夫ね。
いい感じでしょ。ちょっとね、場所が撫でにくいんだよ、君。カオリンちゃんの場合、シャーを言ったすぐ直後にこうやってなでなでに、まあこのブラシはですけどね、反応を、気持ちよさそうな反応をします。怖いとか怒りとかそういうことが割とこう深くないというかですね、ただやっぱり素手で撫でることを受け入れてくれないとやっぱり先には進めませんので、この状態で抱っこっていうのはもう到底やっぱり難しそうなのでね。かわいいね。はい。最後に指。どうですか？はい、いい子です。綺麗だね。はい、カオリンちゃん。カオリンちゃんはシャをやめてみようか。ほら、また言う。はい。甘えてる時にシャは言わない方が印象がいいよ。ウェットです。あ、すごい勢いで舐めてます。おいしいかい？おいしいの？いい子だね。ダーリン、お利口さん、早くシャを言わないようにならんね。カオリンちゃんがですね、何度も何度もなでなでを要求している今日の夜です。これをやって、その後に手で撫でて、おもちゃ気になる？はい、お腹してみようか。あ、お腹、お腹、お腹、はい、お腹、お腹、はい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 、お腹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 、お
腹お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 腹ちょっと不思議な反応になってます。お腹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 はい、お腹出た。お腹出た、お腹出た。はい、かおりん。かおりん、いいよ。反応の仕方が分かんないんだね。分からなくなると、とりあえず叩いてみるみたいなね。かおちゃん大丈夫だよ。よく我慢したね。はい、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 はい。このシャアをやめないと譲渡会に行けませんよ。そうですよ。はい、かおちゃん。はい、はい、はい、かおちゃん、かおちゃん。かおちゃん。行くね、かおりん。すごいよ、勢いいいね。手に慣れてね。
カオさんが出るようだったら出してみようと思います。まあそれを考えてるとキリがないし、奥とか入っちゃったらやばくない？そこの下とか自然に戻るの。はい、あとご飯をねあげたら戻るんじゃないかな。はい、うん、早速アンズちゃんが迎えました。あ、ポンちゃんも少しずつ近づいてますよ。なんだろうと思ってたんだろうね、きっとね。ポンちゃんもう満足？早いね、カオちゃんはお子様なんだから、うん、このぐらいの好奇心があってもおかしくないはずだよ ね。今まで何してたカオちゃん。さあこの状態であまり刺激せずですね、自分で戻る、もしくは、ご飯を求めて戻るというふうにして今後の流れを作りたいと思います。なんかちょっといろんなものに興味が出て面白そうだね。ただ今のところさ、うん、アンズちゃんにもポンちゃんにもシャーを言わないし、ね、猫同士の警戒っていうのはないね。そうだね、ケージに入ってる時から、うん、アンズちゃんとかジャンプと鼻血をしたりとかしてたし、うん、ポンちゃんも結構近くまで行ったりとかしてて、なんか平気そうだったからね、よかったね。こっちはね、カオちゃんのケージの裏だよ。いつもアンジちゃんが行くとこだよ。うさぎさんの上に手を置いて背伸びして見ています。かわいい。自分がいたとこだってわかる？どっかね、わかった？行ってみる？後ろ行ってみる？カオちゃん。ケージの方を登りかけたけどやめました。
アンズちゃんが入れ込むところです。そこにご飯はないよね。あるけどね、かんちゃんあんまりカリカリ食べないから。そこね、中身を整理しようと思って紙袋置いちゃったんだよね。そっち行っちゃう？かりん、そっちの方まで行くの、かおちゃん。はい、ご飯。かおちゃん。かおりん。ご飯だよ。ご飯だよ。あれ、まだキョロキョロしています。はい、ご飯だよ、かおちゃん。うん。ここいで。まだ見て回るんですか。これは一通り見ないと気が済まないかな。よいしょ、全部目で見てたんだもんね。ケージに戻りなさい。ケージわからなくなってました。はい、はい、どうぞ。よいしょ、うん、よし。
いや。ちゃんと戻ってもらえて嬉しいです。面白かったですか？父ちゃん、少し運動しますか。ちょっとトロいかな。女の子っぽいね、やっぱりね。先輩が来るよ。でも昨日二人で遊んでる時さ、うん、アンジュちゃんがなんだろう、おじちゃんが、なのか、子供譲ってるからなのか、うん、かおちゃんの方がね、結構早く落ち着いてたよ。あんずちゃんは偉いね、お母さんだからね。はい、ふいふい。その後ね、いっぱい走ったけどね、あんずちゃんね。一人で遊んでる時とやっぱりちょっと違うんだよね。うん、
ってきた。結構カオリンがめげないので避けたみたい。ポンちゃん降ってきたな。ポンちゃん降りてきたな。はい、カオリン。いろいろです。みんながいろいろになっています。あら、カオリン入ってきたけど気にしないんだね。そうだね。ポンさん、はい、なぜかケージの中に、はい、3階のベッドルーム混み合っております。どうすんの君たち。あ、ポンちゃんのちょっとポンちゃんの方がシャーか。ポンちゃん、グルグル言ってるの。カオリン。カオちゃん尻尾が。はい、ご飯です。はい、行くよ。カオちゃん、尻尾すごいね、一個ね。ぴょん。カオリンは尻尾がこっちにつきます。うん。何かね。こちら尻尾が特徴の子が多いね。カオリン。はい、行くかね。はい、行くかね。ご飯あげるよ。カオちゃんご飯。ちょっと、ポンちゃんいるけど大丈夫だよね。はい、どうぞー、かーちゃん。仲良くしてる？あら、ちょいちょいされちゃったよ。かーちゃん、ご飯だよ。うん、上おいで。かーりん。あら、かーちゃん。うん。うん。はい、ポンちゃんおびき寄せ作戦。そっか、うん、こっち側に使われました。はい、今度はカオちゃん。カオちゃん、はい、カオちゃん、はい、入った。カオちゃんご飯、カオちゃんご飯だよ。はい、腹ペコの時のカオリンの泣き方です。はい、これもそうです。ポンちゃんがカオリンを認めた瞬間、もうだいぶ前からか、うん、この子たちが仲良くなりました。オセロです。何言ってるよ。
またゴリゴリ音がしています。はい、あ、おいで、あ、おいで、おいで、こっちおいで、なんだよ、面白い顔に、はい、はい、お腹空いたことは分かったよ。ごめんなさい、結構その気になってたよね。このうちでずっと過ごそうかななんて思ってたと思いますが、本当の幸せをつかむためにはですね、あと2回ちょっと少しだけ辛い思いをですね、しなくてはいけません。今日は元いたお家なので、行ってみたら、あ、なんだってなると思います。それから譲渡会ありますかなそうすると3回になっちゃうかな、譲渡会に行って、あなたは綺麗な子なので、すぐ里親さん見つかると思います。そして、すごくいい人を見つけてくれるはずなので、今度は里親さん、本当のお父さんとお母さんですねのところに行きます。まだ少しここから、険しい山もありますけど、頑張ってね。何か叩いたね。はい。はい、シャーキー来てますね。はいはいはい、大丈夫大丈夫。ナビカさんの方じゃないですか。大丈夫？うん。ほら、いい子だね、母ちゃん。大丈夫だよ、かおりん。はい、ということで、カオリンは元を行った保護主さんのところへ帰っていきました。じゃあまた開けっぱなしにしようか。ケージはちょっと寂しい感じになりますけれど。やろうか。
やつ。